なあ、誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら随分気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。見た顔だぜ。ええ、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ。ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラウマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさん。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか、怖いか。いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。おめえ言葉をありがとうよ。ってことで、まずは前菜で。ジジイからだ。いえ、実はラオマーからちょっと申しつかったことがありまして。え、申しつかったって。おい、ラオマーが何だって。なんで鎖外してんだ。私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え、待て、誰だ。命の恩人現るってとこか。あ、残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。な、ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、わりわり。今助けるからよ。よし、行け一番。お願い、頑張って。よし、てこの野郎、ざけんな。怒られる覚悟はできてやるぜ。よし、行くぞ。来やがれ。とっておきだ。おりゃあ、うん、やんのか。やってやる。お前ら気合い入れろや。来てみろ、こいつだ。ちょっと俺の番だな。おりゃあ、これで、うん、待てよ。よし、行くぞ。やってやる。俺の番だな。
ってか。